午後2時お出かけ、 お出かけ、お出かけ、外は気持ちいいね。ご機嫌なショコラも可愛い。でもご主人様が最近ずっとお出かけに連れて行ってくれないからにゃん。ねえ、妹の私も全然構ってくれないなんて困った兄様です。はあ、そんなケーキばっかり作ってどうするのかしらね。旦那様のご機嫌損ねてまでさ。ケーキ屋にでもなるんじゃねえの。だからシコシコ一人で隠れてやってんだろ。シコシコ、シコシコ一人プレイヤーで、そにゃん。カショウさんがそんな困ってるなら、シナモンだって おかずになるくらいならいいのに。シナモン、お外では控えて。そうですよ。それに仮に体を張るならば、それは妹である私のお役目ですから。ほっ、しぐれ様もお外ですので。ここが最近の私のおすすめのお店ね。この時間はケーキセットがおすすめだから人数分でいいわね。めいちゃんは本当におしゃれなお店いっぱい知ってるね。そうだね、すごく静かで雰囲気のいいお店だね。さすがは私の猫です。物を見る目がありますね。ラテアート、ラテアートサービスがあるよ。バニラ、ラテアート見たことない。ちょっと見てみたい。そう言うと思って注文しておいたわよ。と、そんなこと言ってる間に来たわね。ほら、どうぞ。はぁ、ショコラだ。ショコラの似顔絵ラテアートだ。すごい。こっちは私。すごい、これは芸術。かわいい末っ子たちだからね。たまにはサービスよ。その、メープル、その、僕もその…大丈夫よ。ココナツも食いつくだろうと思って頼んであるから。ほら、届いたわよ。はぁ、僕だ、僕がいる。メープル優しい。ありがとう、嬉しい。そんなにはしゃいじゃって。ココナツもまだまだ子供ね。タカビーのアメリカンカールにもいいとこあんじゃねえか。あら、メイプルは優しいですよ。私もメイちゃんが優しいの知ってるけどね。何よそんな、こんなことくらいで。まあラテアートもいいけど、せっかくのコーヒーなんだから冷めないうちに飲まないとダメよ。ここはコーヒーも美味しいんだから、ちゃんと味わってね。はーい、いただきまーす。ずずず、ふっちゃー。午後4時晩ご飯かっこ献立編。お口の中が痛いよ。まだ舌がヒリヒリする。氷もらってきたから口の中でペロペロするといいよ。はい。レロ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 。最高に危ない集団ね。バカ、忍者ねえって。仲間だと思われんだろうが。
ちもダメだわ。シナモン、お外ですからね。はい、大丈夫、わかってますから。ん、この匂いは…カレーだ、カレーの匂いがすんぞ。確かにカレースパイスのいい匂いがするわね。すごく性欲を…じゃない…食欲をそそられる匂いです。シナモン、二度目ですよ。ごめんにゃさい、言われたことすぐにわからない猫でごめんにゃさい。にゃー、でもカレーってなんでこんな美味しそうな匂いがするんだろう。そうだね、不思議と何杯でも食べれちゃうんだよね。飲み物って言われてもわかる気がするよ。それはココナッツがブラックホールだからレノ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 。じゃあ今晩はみんなでカレーを作りましょうか。食材を買って帰って。賛成。じゃあ晩ご飯はショコラが作ります。ショコラが作るって、あんたに料理スキルなんてあったっけ？壊滅的というか、むしろ台所に立ってる記憶がないような。てか、ショコラはひらがなとカタカナしか読めないんだから、レシピがあっても読めねえだろう。大丈夫です。こないだキテレツ超百科の歌で覚えました。あれはコロッケだって説明したよね、3回くらい。私がついてるから大丈夫。隠し味に愛情が入ってれば美味しいって聞いた。じゃあ完璧だね。ショコラ、もしかしたらカレーの才能あるかも。はいはい、みんなで作りましょうね。みんなで。そうですね、それがいいと思います。え、大丈夫だよ、ショコラ頑張るから。朝食に引き続き面倒だけど、たまにのことだし仕方ないわね。まあ晩飯抜きはきちいからな。ごめんよショコラ、ご飯だけは、ご飯だけは譲れないんだ。お、おー、なんで、なんでみんな。ショコラ、今度漢字一緒に勉強しようね。ほろり。午後5時、晩ご飯、カッコ、カレー製作編。んだよこれ、このジャガイモ、全然皮がむけねえじゃねえか、この包茎が。あ、アズちゃん、そんなに乱暴に剥いちゃダメだよ。じゃがいもはね、こうやってくしゃくしゃにしたアルミホイルで優しくこすれば、こすってしごけば、あ、ほら白いのが、白いのが出てきて、にゃー。シナモン、それ食べ物だからそういうのやめてくれる？本当にもう、シナモンはいつもそんなことばっかり言うんだから。なになに、どういうこと、何がどうしたの。ショコラにはまだ早かったね。よしよし、こっちで私と一緒に人参の皮でも剥こう。玉ねぎ、すごい染みて、前が見えない。ああ、しぐれ様、そんなに手を玉ねぎ汁まみれにされて。そんなの言ってくだされば私がやりますから、洗面所に目と手を洗いに行きましょう。
さ、手をこちらに。ごめんなさいね、ココナッツ。じゃあ、お言葉に甘えて手を。うにゃー、玉ねぎが、玉ねぎ汁が直接ベルシメズ。うわー、ごめんね、ココナッツ。わざとじゃなくて、前が見えなかったのです。大丈夫？人参、人参、人参の皮むき楽しいな。ショコラはマイペースね。そんなショコラ愛してる。まあ、とっとと私たちで作っちゃおっか。じゃないとまともなものできそうにないし。良いね、私めにお任せあれ。午後6時、カショウさん帰宅。いい匂いがしてきたにゃ。みんなで作ったカレー楽しみだにゃ。作ったのほとんど私とバニラだけどね。ポジション的に仕方ない。まともなご飯が食べれそうでよかった。にゃ、この玄関の開く音、ご主人様にゃ、ご主人様のお帰りにゃ。ココちゃん、ちょっとお出迎えに行ってくるから、カレーの見張り番お願いしてもいいかにゃ。いいよ、行ってらっしゃい。そんなに尻尾ピーンと立てて、本当にショコラはカショウ様が大好きで仕方ないんだね。うん、ショコラはご主人様が大好きなのです。それではご主人様のお出迎え行ってきますにゃ。おかえりなさいませ、兄様。今日は私が作ったカレーですよ。ぜひぜひご賞味あれ。うにゃ、しぐれちゃんにもう先を越されてる。しぐれはむしろドアが開く前から玄関に走ってってた。しぐれの過小センサーはバネーからな。この間はお部屋で、兄様が私を呼んでいますって言ったら電話が鳴ったりしてたしね。そこまで行くとさすがにキモいわね。一言で言えば兄様への愛です。あ、ご飯炊けたみたい。もうすぐ追い返されてくると思うし、ご飯の準備しよっか。そうね、そうしましょう。兄様、そんな釣れない。晩ご飯ご一緒に。あわよくばお背中もお流しいたしますわ。ショコラも一緒にお風呂入ります。ご主人様はショコラの背中洗ってください。午後7時、晩ご飯、かっこ、お片付け。お片付け。ご主人様がカレー褒めてくれました。よかったね。ショコラが嬉しいと私も嬉しい。人参の皮むきだけで作った気になれちゃうのがショコラよね。ひねくれたどっかのアメリカンカールとは大違いだよな。はあ、やんの？またやんの？あ、やんのかやんのか、デザートにしちまうぞ。でも歌唱さんも最近とっても忙しそうですね。そうだね、あんまり家でゆっくりしてるところも見ないもんね。もしかして実は彼女ができたんじゃ。そんな、そんなバカな。しぐれ様、
大丈夫ですか？お怪我は。兄さんに恋人なんて、我が家の猫たちならまだしも、他の女に兄様が、そんな。 おいおい、しぐれ大丈夫か？顔がマリンブルーになってんだけど。シナモン、なんてこと言うんだ。そんな滅多なことしぐれ様の前で口にしたらダメじゃないか。ごめんなさい、つい思ったことが口に出ちゃって。そんなバカなことが。周りには私のようなけなげな妹と英才教育を施した最高の猫たちがいるのに。あ、そうか、諸行無常、乗車必須の断り。恋人がいるなら破局だってあり得ること。血のつながった妹は未来永劫でも、恋人にはいずれ別れは来るもの。それが多少早まるくらいあり得る、十分にあり得ることです。手段など選ばなければ。そうです、相手方に偶然私の写メでも送りつけてしまえば。普通に妹の写メで終わりじゃない？メイプル、メイプルは誰の味方ですか？今度買ってあげるって言った最新 iPhone はなしです。いやー、横暴なんて理不尽なの。じゃあシナモンの自慢の巨乳でも送ればいいじゃない。そっちの方が効果的でしょ。そんにゃー、私の恥ずかしい画像がネットの海を永遠に漂流するのはやりすぎです。だったらアズちゃんの方が見た目的に犯罪臭がして効果的だと思うのですよ。犯罪臭ってなんだてめえ。私はお前より年上だぞ、このおっぱいキャットが。ないない、小豆程度なら私と大差ないですし。てめえ、普段そんなこと言わねえくせに、実は裏でそんなこと思って嫌がったのか。ならばいっそシナモンとココナツのダブル巨乳で乱交のフェイクなら。ああ、僕無関係なのにひどいです、しぐれ様。アビ教官、混乱した人は恐ろしい。あれ、ショコラ？ショコラがいない？あ、まさかショコラまでショックで家出とか？ご主人様、彼女とかいないですって。私が右往左往している間に、現に恐ろしきパンドラの箱をこうも簡単に開けに行くとは。ショコラ、恐ろしい子。さすがはショコラ、無邪気で素直な行動力で右に出る者などいない。まあともかく一件落着でよかったよかった。しぐれの野郎、本音はあれか。飼い主でも油断ならねえ。いくら M でも限度があるよ。愛のないサディスティックは嫌。まさかあんな飛び火するなんて。忠誠を誓ったのは僕なんだけど。ご機嫌損ねたらすぐに経済制裁なんて。今後こういう時は気をつけないと。猫たちに深いトラウマが。ん？どうしたのこのクッキー。トラと馬がどうしたの。うんうん、ショコラは素敵だね。いつまでもそのままでいよう。ん？よくわからないけど、ショコラはいつも元気だから大丈夫だよ。そうだね、大丈夫大丈夫。さ、片付けしちゃおう。みんなそのうち元に戻るし。はーい、お手伝いします。午後8時、食休み、テレビ編。
ニラテレビ見て、ゾウさんだ、ゾウさんがいるよ。でかい、超でかい、鼻長い。ふわおーん、バオーンだね。それに目がとっても優しい。でも全体的にシワシワでゴツゴツ。おお、サバンナすげえ。これは猫科の血が騒ぐぜ。いけチータ、ガゼルなんか一撃で仕留めろ。そこだ。広いし怖い動物いっぱいだし、こんなところで生きていける気がしないな。私は水月家の家猫でよかった。でも僕もこんなところで思いっきり体を動かしてみたいな。気持ちいいんだろうな。じゃあそのうちみんなで行きましょうか。サバンナの野生動物が見れるツアーもあるって聞きますし。携帯も使わないところなんて嫌よ。行くならハワイかラスベガスがいいわ。あ、今度は海の動物だ。シャチだ。バニラの好きなシャチが出てる。おお、シャチマジでかっこいい。クジラ出ないかな。シロナガスクジラ、猫背で一回くらい生で見てみたい。お、魚だ。次は魚特集か。クロマグロ大きいですね。すごい美味しそう。イワシの群れもすごい綺麗で美味しそうだよ。こんなにいたら食べ放題なんだろうな。新鮮な魚を生で食べるのっていいわよね。マンボウって食べれるらしいよ。美味しいのかな。南の方だと普通に売ってるらしいし、食べてみたいね。うん、やっぱり猫には魚は餌に見えるんですね。さあさあ、ぼちぼちお風呂に入りますから、テレビは終わりですよ。はーい。午後8時30分、お風呂。誰だ、風呂こんなに熱くしたやつは。風呂はぬるめって昔から相場が決まってんだろうね。何言ってんのよ。お風呂は熱くなきゃ気持ちよくないじゃない。一日の最後って感じでいいわ。最近ご主人様がお風呂も一緒に入ってくれなくなったよね。なんでだろう。それはね、ご主人がエロいからだよ。なになに、それはショコラたちが大人の女になったからってことかな。なあ、ココナツやシナモンの裸を見てもそう言えるショコラが素敵よね。でもショコラはちょっと前まではイン様と一緒にお風呂に入れてたんだから良いではないですか。私などもう何年も一緒に入ってもらえてないというのに。はぁ、息を殺して真っ暗闇にして歌唱が入ってくるの待ってたりするのにな。ここまでしても気づかれるって、歌唱もほんとすごいセンサーしてるわよね。しぐれも難儀ね。はあ、小さい体いいな。僕も可愛く生まれたかったなってお風呂入るたびに思うよ。そんなことないってば。なっちゃんはめっちゃかっこいいスタイルしてると思うし、それにね、世界は人類の宝なんだよ。もっと自信持っていいと思うな。まあ、しぐれ様が顔をうずめて気持ちいいと喜んでくれる時だけはそれなりには嬉しいけど、シナモンほど自分の胸に自信は持てないかな。私ほどじゃないにしても、なっちゃんももっと誇るべきだよ。
絶対にその方がいいってば。人類全員におっぱいがついてたら戦争なんて起きないって聞いたことあるし。はい、そこのおっぱいキャットさん、お背中流します。とまん、もう一杯追加してやっからな。ほれ、ジャバー、にゃーん。せっかく体洗ったのに。シナモン、また潤っちゃう。シナモンは本当に最強ね。シナモン、後でちゃんと湯船で温まらないとダメですよ。はーい、わかってます。午後9時30分、湯上がり。やっぱりお風呂上がりの冷たい牛乳はいいわね。そうですね。おっぱいが大きくなりそうな感じで、胸にピンピンくるのがいいですよね。バカ、風呂上がりはコーラだろ、コーラ。喉が焼けるのがたまんねー。ねえねえ、しぐれちゃん、この蛍光灯から伸びてる紐って何？昨日はなかった不思議紐。ああ、それは引っ張ると電気が消えるスイッチなのですよ。急に入り口のスイッチが壊れてしまったので、取り急ぎココナツにさっきつけてもらったのです。へえ、これで電気が消えるんだ。運命ってすごいね。むしろ昔がこういうシステムだったようですけどね。ブラブラしてて、なんか猫的にはとても気になる感じ。そうだね、デシってしたくなるよね。こんな感じでデシ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 。色即是空、空即是色、明鏡止水、油断大敵。僕は大人、僕は大人。気にならない、目の前でショコラとバニラが紐を手してしてても気にならない、気にならない、気にならない。ココちゃんも一緒にテシテシする？する、僕もテシテシする。あんなことに夢中になれるなんて。ココナツも体は大きいくせに子供ね。おめえも年食ってる割に十分ビビリだろうが。暗いところが怖いなら、ちょうちんあんこうみてえに頭から明かりぶら下げたりしたらどうだ？ああ、でもそうしたらトイレのドア開けてるときにそのちょうちんが見えてうぜえな。殺す。あんただけは今晩中に殺すわ。ふん、お嬢カールが笑わせるわ。もうお風呂も入ったんだからやめようよ。2匹とももう大人なんだしね。んだとてめえ、ちょっと父がでけえからって調子のんな、このおっぱいキャットが。てし、そのアイデンティティしかないくせにゴリ押しがたまにいらんとするのよね。てし、やん、おっぱいテシテシしちゃダメですよ。テシテシ、これマジで揺れるんだな。テシテシ、マグニチュード8はあるぞ。テシテシテシ、こんなのつけててよく生きてられるわね。テシテシ、ものすごい邪魔そうなんだけど。テシテシテシ、にゃーん、私ってばこんなオチばかり。ダメ。
午後10時、就寝。